はい、皆さんこんにちは。国際不動産エージェントの鈴木もなぶです、今回私のソロで、やる、YouTube シリーズ第4回になりますが、今回のテーマは私が日本国内で展開している、古民家再生のゲストハウス事業についてですね、はい、お話をしていきます。で、私がこういうことをやろうと思い立ったのが2017年のことです。で、当時の日本の不動産マーケットというの時代背景から言うとですね、当時はもう本当に融資がジャブジャブついて不動産価格が上がりまくって、まあ、私から見るとですね、こんな値段で買えるかみたいなですね、そういう、まあ、非常に物件価格が高い時代だったんです。で、そういう時代に乗じてですね、私は、2011年に非常にまだ安い、時期に買った福岡市の、6部屋 の、 あの土地付きアパートを結構な高い値段で売ってですね、まあ、現金もそれなりに 手にしていました。で、その現金をですね、どうしようか、まあ、考えていた時に、転がり込んできたのがですね、神奈川市ですね。はい、当時2015年に北陸新幹線が、開通して東京までつながって、まあ、観光という面で非常に盛り上がっていたその神奈川市で、東茶屋街というですね、まあ、非常に京都の祇園みたいなですね、とても日本的な街並みの観光地があるんですけど、その近くで築116年の由緒ある町屋物件が出て、今買い手がいなくて困ってるみたいなですね、そういうお話が現地の友人のエージェントさんから来ましたと。で、私非常に興味を、覚えてそれ見に行きました。2017年12月の中旬ぐらいだったと思いますけれども、もうすでに雪が降っていた金沢で、そのうちを見るとですね、金沢文学の町で、金沢三文豪っていう、明治大正昭和初期に活躍した、室生再生、泉鏡花、徳田秋声というですね、彼らが金沢三文豪って言われるんですけど、その徳田秋声の、昭和8年に書いた「町の踊り場」というですね、小説がありましてですね、純文学ファンには大変今でも人気がありまして、はい、徳田秋声記念館っていうのもあるんですけれども、はい、その徳田秋声の、小説に出てきたお家、実際はその彼のお姉さんがの嫁ぎ先で、お姉さんが亡くなった時のその葬儀というところで、出てきた場所なんですけど、そのお家がいろいろ所有者が変わっているんですが、もともと建ったのが明治35年ですから、私が、この物件見た時点で築115年と増築をしてですね、かなり大きな、確か建坪が50何坪あるですね、普通の金沢の町屋って25坪から30坪ぐらいなので、だいたいサイズ的にはそれ2つ分ぐらいあるですね、大きな立派な町屋で、北国街道っていう大通り沿いにあって、まあいろいろ見ていると不動産価値的な場所、とか、まあ、観光需要っていう意味でもですね、これはもしかしたらいけるかもしれないと、まあまあ、どっちみちですね、その福岡の物件の売却で作った資金を、こっちに持っていくと面白いだろうなと思って、土地建物を買わせていただきました。はい、確か1200万円だったと思います。はい、でそれをですね、そこから約1年かけて、まあ、現地 の設計士さんにお願いして、まあ、全面改装をして、旅館業を取ってゲストハウスに、する準備をしました。当然改修工事ということになるんですが、築115年の古屋で、もともと入り口に土間があって、そこで和菓子を作っていたというそういう建物でですね、はい、水回りは全特化へ、階段は全部特化へ、ということで、まあ、改修工事はなんだかんだで1800万円ぐらい、かかったんですね。でそちらもですね、まあ、基本自分の手元の現金と、あとは何人かの友達には支援していただいて、まあ、銀行融資を、借りずに、
2019年の1月にソフトオープンといって、その縁故宿泊ができる状態にまでなって、2019年の3月8日に旅館業許可を取って正式に、はい、オープンということになりました。で今現地の、管理会社さん、まあ、一棟民泊を、専門にやってる管理会社さんにですね、管理をしてもらってます。でどのくらいこれが、ゲストハウスとして収益が上がったかというとですね、まあ、去年、からちょうど1年通算で見たときに、まあまあ、普通のアパートマンションとですね、その民泊運営っていうのはなかなか同じ指標で収益比較するのは難しいんですけども、単純に、その宿泊料収入がいくらあって、そこから、経費がいくらかかった、税金がいくらかかった、水光熱がいくらかかった、駐車場代がいくらかかった、みたいな感じで、単純にキャッシュフローという意味で言うとですね、約ネット利回り 7% ぐらいですね。で、数字が出ておりました。私もだいたい 7-8% ぐらいでこの収益を想定しておりましたので、まあ、旅館業1年目でまだ知名度がないにしては、まあ、それなりに OK な数字かなと個人的には思っておりました。でその時、まあ、新型コロナウイルス感染症が襲ってまいりまして、まあ、2020年の1月後半から中国からの観光客が来れなくなり、アジア諸国から来ていた、観光客、まあ、欧米から来ていた観光客も、まあ、大体3月ぐらいまでにほぼ全滅しましてですね、加えて4月から、東京を含めて、まあ、金沢のある石川県も含めてですね、全国が、まあ、新型コロナの緊急事態宣言ということになって、まあ、こんな時期には、旅行で出歩く人なんていませんのでですね、まあ、4月とかの稼働は悲惨でした。4月、5月と、まあ、今はですね、6月5日、もう全国的に緊急事態宣言が解除されて、まあ、これから徐々に、稼働は戻ってくるかなと期待はしているんですけれども、まあ、とにかくまあ新型コロナで、影響を受けているのは確かですと。はい、で、そんな時に私、次の、民泊改修物件、を手掛けております場所が広島県の尾道というですね、瀬戸内海にかかっている本州から四国に行く橋の、一つね、しまなみ海道というのが尾道から出て、いろんな島を伝って、愛媛県の今治まで通っているんですけど、その本州側の起点の町でサイクリストあるいはまあ観光地としても非常に知られている場所なんですけれども、そこでご縁をいただいてですね、尾道の駅のすぐ近く、しまなみ海道の入り口のすぐ近くっていう、まあ、場所のいいところで、今度は築92年の古屋を、ご縁があって買わせていただきました。で、今、まあ、その旅館業、民泊業っていうことに、の、考えかで言うと非常に市況は悪くて観光客いない時期になんで今買うのっていうふうに言われるかもしれないんですけれども今は確かに、既存の、民泊ゲストハウスを、運営するには最悪の時期ですが逆に言えば新しい物件を安く仕入れたり、まあ、あるいは改修工事をお安くやったりっていう意味で言うと今が最高の時期ではい。まあ、全体のまあバランスを見ながら、まあ、金沢とあと尾道、尾道の方は、今年9月、まあ、早ければ9月にオープンして、まあ、主にですね、しまなみ海道を走るサイクリストの宿、アウトドア愛好者の宿みたいな、そういうコンセプトで、ゲストハウスをやっていきたいと思います。私自身ですね、大学時代は自転車部にいまして、日本中、いろいろ北海道だ、東北だ、
まあ、新潟とかいろいろな場所に自転車ツーリングに行ってましたし、その後オーストラリアに移住しても、いろいろ自転車乗り回してましたのでですね、個人的にはそのサイクリストとして、非常に、この宿作りが楽しみですと。はい。で、まあ、これから金沢、尾道、あと、まあ、日本全国でいろいろ手掛けたい、町はいっぱいあります。で、私ですね、海外いろいろ普段行ってて、思うんですけれども、本当に日本って、ポテンシャルにあふれた国で、特に本当観光地としても非常に魅力的だし、やっぱ外国から帰ってくるって日本って本当にいい国だな、もうご飯も美味しいし綺麗だしですね、自然は非常に豊かだし、まあ、文化も、とても豊かだし、本当に観光資源がいくらでもあってですね、治安も良いし、はい、でもう本当に日本全国いろんな場所で楽しめる、世界中の方が楽しめると思うんです。で、逆に言うとですね、地元に住んでいる方はその地域の良さ、外から見た良さっていうのがなかなか分かってなくてですね、で実際こんないい物件があるのに非常に安値で放置されてるとかですね、そういう状況も、ありますと。はい。なので、まあ、投資家という視点から言うとですね、それぞれの地域、それぞれの町に眠っている、お宝な物件を、安く仕入れさせていただいて、で、ゲストハウスという形で収益化がすると。で、特に、これから新型コロナの影響で働き方とか住まい方も変わってくると思いますし、ネット周りの技術とか使い方っていうのも本当に日進月歩してますので、必ずしも東京、大阪、大都市のオフィスで働くっていうわけではなくて、その日本全国、景色が良くて食べ物も美味しいような場所でテレワークをするみたいな働き方とか、あるいは自分が気に入った町に1ヶ月、2ヶ月ずつ住んで飽きたら次のとこ行くみたいなですね、そういう、ある意味ノマド的な、働き方っていうのも、だんだん増えてくると思います。で、そういう方々に選んで、いただけるような、宿作りをしていきたいなというふうに、考えておりますので、はい、ぜひ私の金沢あるいは尾道の、ゲストハウス遊びに来てくださいね。ということで今回の、YouTube 収録は終わりいたします。皆さんチャンネル登録の方お願いいたします。で、次回なんですけれども、英語、中国語をはじめ私いろんな言葉を喋、りますけれども、どのように、語学という語学を、学んでいくのかっていう、自分の方法論みたいなことを中心にお話していきます。それではどうもありがとうございました。